今始まるから5分間はあのメッセージのコメントの設定だったり、うんうん、スマホの設定をしててくれたらいいかなと思います。それまで勉強してます。はい、設定できたら言ってね。え、誰が設定すんの？ロータンだ。何設定すんの？スマホのコメントが見えるように、うん、Facebook を開いて、うん、あ、入ってる入ってる、うん、古川さんこんにちは、ありがとうございます。ようこそようこそ。今日はずっと午後は勉強をしてました、試験勉強ってみんなどうやってやるのかな、どうやれば一番覚えられるのかな。猫さんはねずっとノートに、ノートにひたすらこんな感じ書いて書いて覚えて、間違ったらもう一回最初から、また書き直して書き込むタイプでやってます。2問やるから、ロートなんか、ね、鼻歌でも歌っといて。それ難しいわ。今57分、あと3分あるからね。あと3分もあんの？はい、それちょっと無理やわ。鬼のパンツでも歌ってみて。わわ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 。ロータン、耳はどこにあるの？耳がかや。見える。うん、聞こえてるの。うん、聞こえてるな。うん、今は大丈夫やで。お、これは聞こえてるんだ、この音はね。うん。うん、いいですね、いいですね。いやー、試験が6月22日にあるんだ、ロータン。何の試験やんの？リターンスクールの。走り養成っていうか、なんかインストラクターになるための試験が6月22日にあるから、筆記試験があるんだよね。うんうん、それを覚えてるの。なんか一個言ってみて、うん、どうやって？なんか一番出そうなやつ。出そうなやつ？うん、出そうなやつ、一番出そうなやつ、うん、このリターンノート、うんうん、とは何のためのノートですかっていうのもね、うん、この教科書に書いてあって、うん、そう、リターンノートとはまず最初の方にあるからきっと出ると思うんだよね。だったりリターンスクールとはっていうのも、うん、リターンスクールって言っても知ってる人にそんないないじゃん。うんうん、ロータン知らんで。知らないの？ロータン知らないの？うん、教えて。リターンスクールとはね、うん、リターントゥーヒューマンスクールっていう正式名称、うんうん、これも覚えておく、うん、大事そうやな、ね、自分で自分のことを知り、うん、自分を愛して自分を大事にする生き方を見つけていくスクールってことなんだね、うんうん、おそんなスクール、がリターンスクール。メンコさん見っけた、それ。うん、その生き方見っけた？リターンスクール行ったからね。おー、みんな、うん、リターンスクール行くとそんな生き方、うん、使命だったり志が見つけられて、うん、自分軸ができるようなスクール、そのね、スクール、まあまあさ、大切なスクールだよね、あの人生、うんうん、人の人生だったりさ、だから、ね、うんうん、いろんなことを学んでね、うん、行かないといけない。多分テストもね、結構なボリューム出るんじゃないのかなって思ってるから、いっぱい今暗記中。
頑張れや。ロータンは勉強するときはどうやって覚えるの、うん、ロータンな、イメージ派やねん。イメージ派、イメージっていうと、なんか、ここどうしても覚えられへんってなったら、絵描いたり。絵描くんだ、そっか。なんか適当な変なロゴつけたり。ロゴやないね、ゴロや、ゴロ。ゴロ。ゴロ。ゴロって言うと。ゴロ。ゴロ？ゴロ、ロゴやなくて、あれ？語呂合わせって言葉なかった？あ、語呂合わせの語呂ね。なるほど、ね、間違えたよ。え、例えばさ、ギターノートとはっていう問題が出るとするじゃん。ギターノートとは、人が自分軸を持ち、使命、志、ができるようになるエッセンスっていう言葉があるんだけど、自分軸を持ち、使命、志ができるようになるをの語呂、あら、ああ、それやったら語呂じゃなくて、なんか自分軸っていう軸持って立ってる、絵描いて、ああ、軸を持って立ってる、あったあった、そうやそうや、で、旗に、旗に使命、はあ、志って書いたりな、ああなるほど、それを持ってるような絵を描くな、そんな感じや。なるほどね、それがイメージで覚えていく感じ。そんな感じ、その絵見たら出てくる感じ、そんな感じで、19時過ぎたので、オープニングタイトルでいきたいと思います。はい、オープニングはこちらだね、よいしょ。人の喜び、我が喜び、レンコン学校 FM、 まもなく開校するよ。学級委員長のまるちゃんです。今日はどんな授業になるのかな。起立、気をつけ、えい、レンコン学校始まるよ。はい、始まりました。パチ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 、久しぶりのレンコン学校になりましたね。久しぶりのレンコン学校、ちょっとリニューアルっていうか、来週からね、毎週、水曜日19時この時間に毎回やっていこうと思うんだけど、リニューアルしてね、だからね、いろいろ変えていこうと思って、まず一つ目の変えたポイントはこの制服、この制服、野菜ソムリエの制服なんだけど、このバンダナとエプロン、あとワイシャツもそうだね。で、この3点セットで毎回配信するときは、メディアに出るときは、清掃していこうかなっていうのが1点目と、もう一つがね、なんだ、もう一つはなんだ、この謎の生物、謎の生物を出していこうかなって思って、毎回来てもらおうと思います。なので、今日のタイトルはこちらですね、テスト配信。来週からの、どうやって配信していくかをプランをね、公開しながら打ち合わせしながらね、決めていこうかなと思っています。そんな中ね、自己紹介できるかな、お名前やっぱり、どんな食べ物が好きだったり、何なのかっていうのはね、お願いします。はーい、はい、お名前はロータンやです。ひらがなでいいのかな、このロータンでね。ロータン出してくれた、嬉しいわ、ああなるほど。この間な、ソータン言われた。あ、ロとソーだね。なるほど、難しいから今、ハッキーを思ったけど、出してくれたらありがたいわ。はいはい、ロータンですね、ロータン。ようこそ、ようこそ。ようこそ、ようこそ。ようこそ。ロータンは、一体誰なんですか？何の生き物なんですか？
レンコンさん、うん、ロタン何の生き物かわからんの？いや、ね、レンコンさんは知ってるよ。あ、よかった、うん、よかった、ほっとした。多分知らない人が見たら、うん、タヌキだったり、犬だったり、うなぎだったり、何なのかわかんないけどね。そう、なんか。お、大将こんばんは、ようこそ、ありがとうございます。はい、そのロータンは、うんうん、なんか生物学上何なんですか？もう見たら一目瞭然やと思ったから、びっくりやわ、その候補の多さに。ええ、いろいろ出てくるよ。もう、キツネかもしれないし、おぉ。わかんないと思うよね。うん。そうだな。うん。カワウソ。カワウソ。カワウソやね。カワウソってさ、うん、どこにいるんだっけ？レンコンさん、それも知らんの？うん、そう、あの千葉県にはいないからさ。おお、うん、なるほどな。ロタンね、川でいる。川で泳いでんね、うん、川で泳いでるんだね。うん、川の生き物ってこと？川の生き物やで。うんうん。どこにいるの？千葉県にはいないけど動物園にいる。千葉県にいないんか、ロタン、それ知らんかったわ。うん、千葉県には川あるけど、うん、見たことないよ。おお、確かにな。うん。うん。ロタンな。イタチとかね、そういうのが見たときあるんだよね。うん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 。アライグマだったりとか。うん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 。じゃあ、レンコさんに、レンコさんに教えたるわ。うん。ロタンは、うん、初めての、うん。千葉県の、うん。カワウソやねん。千葉県に住んでんの？言ってもった、うん、千葉県にカワウソおったやで。いたんだ。あれ、そっから来たんだね。うん。うん。なるほど。川にいるってことは、うん、何食べてんの？川に行ってな、うん、魚とるね。おー、魚ね。うん、あ、じゃあ主食は魚、川魚ってことかな。うん、川魚好きやで。カワウソね、気にしてみよう、うん、川に行けば会えるんだね。うん、うん、千葉県な、ロタにしか会えへんからな。うん、うん、千葉県はね、うん、よく探してな。なるほどね、すごい。ロータさ、あの川崎スクールにもさ、うん、相棒がいるんだ。おう。うん。ワンコンさんだったり。ああ、ワンコンさん。ワンコンさんだったり。うん。カラスのハッピーだったりね。おお、ハッピー。いるんだね。多分さ、日本全国探したらお友達いっぱいいると思うよね。うん。うん、探そう。ね、これを見てくれてる、ご視聴さん、リスナーの方もね、もしね、動物がいたらね、ね、ゲストで出てきたりくれたらいいなと。いいな、それ楽しいな、うん、お、ニュージーランドの池田美希子様、はい、ロータン、うん、魚も頭も食べれるのって、食べるのっていう質問が来てますね。食べるで。食べるで。全部食べるんだ。全部食べるで。へえ、すごいで、ね、あのな、カワウソがな、うん、魚食べる YouTube 見てみ、うん、びっくりするで。なんで？なんでびっくりするの？めっちゃ顔怖いで。顔が怖いの？うん。一回見てみ。うん。へえ。え、真剣に食べてるから怖いってこと？まあそうやな。真剣やな。なるほどね。今度見て、来週感想聞かせてや。エコやなって書いてあるよ。あ、なんだって？池田美希子さん。はい。が、頭を全部食べちゃうからエコ、エコロジーのエコだねって、残さないで全部食べるからって。そこロタンめっちゃ大事にしてるね、うん、ミキコ分かってくれるな、うん、ミキコは友達？ロタン、ミキコ友達やで。そうなんだ、ようこそ、うん、ようこそ来てくれてありがとうございます。ようこそようこそ、うん、いいですね、いいですね。ミキコはどこに住んでるの？友達の。ミキコな、うん、ニュージーランド。ニュージーランドに住んでるな。
すごい遠くに友達がいるね。すごいで、ね、今どんなとこでも友達なれんで。へえ、かわすとでも友達になれるんだ、ね。なれるで、今いい世の中やで。あとはね、こんな感じで、顔が怖い、わらわらわらってミキコ、はい、ミキコなら知っとるかな。りょうたんは、うん、今日もお魚食べたってこと？あ、お魚食べたで、うん、ミキコがね、動物園のカワウソって、うん、臭いよなって書いてあるけど、りょうたんはどうなの？臭いの、やっぱり。ミキコ友達やのに失礼やな。あのミキコと一緒に寝ることにするわ。ああ、それで、臭くないから寝ることにするの？その臭さを罰ゲームみたいな。それはロタの口からはよう言わへんわ。ミキコに決めてもらうわ。決めてもらおう、ロータね。そうしよう、そうしよう。なるほどね。じゃあニュージーランドにも、うん、いるってことなのかな。ああ、ミキコに聞いて。うん、ニュージーランドやロータが行った時ないのに、まだね。ニュージーランドはね、ないねんな。まだないの、ミキコがやめてくれって書いてある、うん、ここにね。やめてくれって。なんでや、友達やんか。いいですね、いいですね。そんな感じでロータンは毎週、水曜日この時間に出てもらおうと思うんですね。けど、うんうん、ロータンの予定は大丈夫そうですか、うん、毎週。オッケー、よかったよかった。でもさ、来週ってさ、うんうん、月か水？水曜日帰ってくるのか。水曜日ギリギリできるのかな。試験っていうのも、うん、来週22日が火曜日かな、うん、が試験だの。ちょっと会場遠いからさ、そこで、うん、会場やって帰って、次の日帰ってくるんだけど、うん、この川崎に間に合うかどうかちょっと心配だなと思って、うん、間に合うそうなかったらまた連絡します。またね、フェイスブックロータンにね、一応待機しとくな。ロータン一人でね、ここやっといても構わないんで。あ、ロータンそれ無理やわ。それ無理なんだね。まだ無理や。斉藤恵美子さん、こんばんは。ようこそ。今日からね、ロータンが出てきてくれました。ロータン、カワウソ、カワウソのロータン。いいですね。よろしく。いいです。こんな感じで、ロータンがいつも来てくれますので。あとね、恵美子さん、やろうと思ってるのが、1週間あればさ、みんな YouTube をね、なんだかんだ見てるんだよね、うんうん、で、れんこさんも、1週間で見た一番いい、YouTube の動画紹介をしたいと思うんだよね。お、ちょっと待ってね、ここで一回れんこん FM Lotus Communities。 わあ、はい、こんな感じで途中で区切りを入れようと思って今ね、コメント欄があったのであれだったんで、設定をね、この辺で途中、よくさ、ラジオでさ、ロータンそろそろ消すか、ロータン、ロータンさよならか。バイバイ。大丈夫か、ロータン消えてもええで、ね、ロータンはラジオとか聞く？ロータン聞くで。大森さん、こんばんは、ようこそ。あれなんだよね、コメント欄がこうやっといて、うんうん、ね、今打ち合わせしてんな。そう、今打ち合わせしてどうやって表現していこうかなって思って、うんうんうん、でこれ聞こえる？聞こえる、ちょっとちっちゃいかな。ちょっとちっちゃめだけどね、うん、そうだね、あのここを消してから、レン君 FM ロータスコミュニティーズ、めっちゃいい声やな。めっちゃいい声でしょ。こうやって切り替えるために、うん、何だろう、今レンコン FM って書いた言ってくれてたんだけど、うんうん、それを間に挟もうかなって。いろんなバージョンがあるんだ、うんうん、こんな声もあるよ。レンコン FM、 おー、癒されるよね。ね、確かに。まだ4つあるからさ、今日4つ聞いていくよ、うん、3つ目がこんな感じ、
Rankin FM, Rankin FM, Lotus Lover。 おお、かっこいいね。かっこいい。いいね。あともう一個がね、こんな感じかな。Rankin FM。 水の音もすんな。そう、水槽があってさ、そこの音がちょろちょろ。やっぱ水、レンコンって言ったら水がね、豊かじゃないと育たないので、うんうんうん、その辺が、水の音も聞きながら、しかもね、今、あ、めぐちゃんこんばんは。ありがとうございます。今ね、間に挟む、なんていうの？このことなんて言うんだろうね。業界用語でなんかあったと思ったんだけど、忘れちゃったんだけど、メインの間に区切りよく、カモさんで言う、せーのいいねって言って次に進むような、途中でこれを挟んで次の話題に振っていこうと思うことをやろうと思ってんだよね。ほうほう。うん。でさ、この絵が見えるかな？ハスの絵と恋。が流れるようにしてるんだけど、これも2種類用意したんだよね。うんうん、もう一つがさ、全部聞くんかいって書いてあるよ。全部聞きますよ。今日はね、テスト配信だから、0回目みたいな形だから、打ち合わせしながら、ね、ローターにも知ってもらわないといけないんで、もう一つの、画面が、こんな感じも用意したんだよね。綺麗やな。これがさ、ハスの花をデザインした画像なんだよね。一瞬さ、大きくすぎてちょっと分かんないかなと思って、しばらくはこの恋を、恋の方で行こうかなって思ってるのね。恋をメインにして。Rankin FM, Lotus Communities。 いや、いいね。いい子やな。うん。何度も聞けるな。何度も聞けるよね。うん、もう何回でも聞けるよね。Rankin FM, Lotus Communities。 いや、いいね。いい声や。いい声だね、うん。これを挟んでいくっていうのがバージョンアップ2つ目。うん。1つ目がローターでしょ。あ、1つ目がこの制服。野菜ソムリエの制服。バッチもあるんだよ。バッチも、この野菜ソムリエのロゴと、バッチもあるんだよね。キラキラと。あと、この、バンダナ。がバージョンアップしとくね。二つ目がローターでしょ。三つ目が、この。Rankin FM。です。この3つを含めてやっていく。みきこが、お花バージョンも、気に入ってくれたみたいで、恋も好きだ、恋とハスの絵も好きだけど花の方も綺麗だねって言ってくれてますね。いいな。あ、いいですね、いいですね。こんな感じでやっていきたいのと、めっちゃ遊んどるって書いてありますね。おい、ね、こうやってニュージーランドとつながれるのがまたいいですね。しかもこの時間さ、めぐちゃんが来たってことは今日水曜日でしょ。うん、うん、あ、きっと耳だけで聞いててくれてるのはお仕事中だと思うんだよね。めぐちゃんって美容師さん、レンコンさんのさ、髪ヘア、担当専属ヘアスタイリスト、毎回切ってくれるんだよね。なんで動いてるの？ロータンは、それは。音楽に合わせて踊ってみた。うん、踊れるんだね。そう、めぐちゃんな、かわいいな。めぐちゃんも知ってるんだ。めぐちゃんも友達やで。友達多いね、ロータン。いつの間に友達になって。川はどこまでもつながってるんや。なるほどね。本当かな。海でつながってる。海やな、一回海行かなかな。そうだね。あとは歩けるんでしょ、一応カウソー。歩けるで、歩けるで、うん、じゃあ電車も乗れるってことだね。かなり乗るな。まあ、そうに乗れるね。うん。あとはもう一つ番組的に YouTube
のシェアをしたいなと思って、こんなのも用意したんだよね。YouTube の、シェア。うんうん。うんうん。ロータンは一回消したいんだよ。このロータンって文字を。ロータン？あ、ロータンってそういう意味だ。文字を。ロータンいつ消えるんやろってさっきから思ってたね。あったただ、ロータンの文字を消して。そう。レンコンさんの、このロゴも消して、よいしょ。こんな感じで YouTube を見た YouTube をシェアして、どんな内容だったかをね簡単に説明する回もあってもいいかなと思って、ほうほう、こんな感じで、あ、今最近1日1回は見てるのはオリエンタルラジオのこのあっちゃんの動画いっぱい、 YouTube 大学ってさロータンあってさ、うんうん、いろんな情報、小説もあるし、ビジネス書だったり、うん、歴史だったりね、食べ物だったり、いろんな情報をね、うんうん、一冊の本で分かりやすく説明してくれてるんだよね、うんうん、短くね、しかも、それをね、聞いてみてどこがポイントだったかっていう、このあっちゃんは、うん、一冊の本を YouTube で解説する、うんレビューするっていう YouTube の動画、うんうん、でもそのレンコンさんはあっちゃんの YouTube を聞いてこれをレビューする、レビューのレビューをしていこうかなっていう番組にしたいなって思ってます。なるほどなるほど、うん、例えばこれ読書術のことについて、あっちゃんが話してるんだけど、うん、そんな中でもねあっちゃんはね、こんな感じでね、うん、タイトルをぎゅっとここが大切だよっていうのをぎゅっとまとめてくれてるから、ここをね、うん、あっちゃんはタイトル見たり目次見たり、その後に始めて終わりを読んだり、それ一回また目次に戻って、それから重要、自分にとって好きなところ、大切なところを読んで、最後に最初の一人称に戻っていくっていう読み方をしてるんだけど、なぜこの順番にしてるかを簡単に説明をすると、一言で言うと、うん、あのね、早く読めるから、おう、うん、っていう感じで、ロータンも聞きながら、うんうん、あの YouTube のシェアをね、うん、していく回をね作っていきたいっていう、うん、これがね4つ目の番組化っていうか、毎週アウトプットする場所を、作って、レンコンさんも成長するし、これ気になった人は YouTube 無料で見えるから、もう一回ね自分で折り返し YouTube を見て大切なところを聞いて実践してもらいたいなと思ってるところですね。うんうん、いいですね、大将すごいっすねって。いや、大将もすごいんですけどね、そんな大将もね、こんな風にレイヤーでいろいろ表示されたらライブできるんですよ。こんな感じでライブができるのがレンコンさんの一つのね才能なんですよね、うん、すごいな、すごいでしょ、うん、なんかすごいな、ロータンなんか鼻の上のあたりなんかついてるよね、白い、うん、ご飯粒かい、ほんまや、おかしいな、これ取れるかな、お魚、お魚食べたの、取れたかな、あ、取れた、あ、すごい、うん、もうすでにミキコがね、うん、今のあっちゃん、オリエンタルラジオのあっちゃんの読み方、うん、と私も一緒って書いてあった、うえー、ミキコってすごいな、すごいね、すごいね、そっちの方が早く読めるし、うん、なんだろうな、入ってきやすい、目的を持って読みやすいっていう、うんうん、ことをね言ってるんだよね。いや、めちゃくちゃ面白いからね。一週間で。どんな YouTube を見るか、まあ、わかりません。オリエンタルラジオのあっちゃんだけ。おっと、めぐちゃん。めぐちゃん。そう、ロータン、気になってたって書いてある。めぐちゃんは。すごい、めぐちゃんが読んでくれてる。この時間、ちょうど、仕事の片付けなのか、早く上がれる日もあったら、この時間聞けるのかっていう、微妙な時間帯だよね。
ちゃんお疲れ様。お疲れ様、今日もね一日お疲れ様、雨大丈夫だったかな。めぐちゃんはバイク通勤って言ってたから、朝、ね、ここに来るときすごく千葉県は曇りだったんだけど、川崎に着いたとき土砂降りですぐ降りられなかったんだよね。で車の中で、西八王子の方だったり西東京の方は洪水警報だったりね、ラジオで流れてるぐらいだから、神奈川どうでしたか、そんなに雨が強くなかったらいいなって思いました。今の現在の、川崎の天気を見るとパラパラしてるかなっていうぐらい、そんな天気です。おめぐちゃんが、まさしく、ありがとう、片付け中タオルの洗濯待ちって書いてあります、ね、そうなんや。いやタオルいっぱい使うもんね。ロータンはタオル使うの？ロータン使わんけど、めぐちゃんに会った時は使ってもらうで。合うんだねロータンね。あれ、めぐちゃんに洗ってもらったら臭くなくなるな。ああ、それがいいね。それからミキコに会えばいいんだね。そうするわ、ミキコ。いいですね、いいですね。そんな感じで、ミキコちゃんお疲れ様って書いてありますね。いいですね、いいですね。ここでね、コミュニケーション取れるのもいいね。うん、変な。感じで YouTube でしょ、野菜ソムリエ、だから野菜ソムリエのなんか野菜のこともシェアができたらなって思ってたりとかね、毎日野菜食べてるからね、こんな野菜食べました、こんな食べ方をしましたとか、こんな栄養素がありますとか、今の旬はこれですねっていう野菜ソムリエ的なねシェアもできたらいいなって思ってます、いいな。でしょう。でもロータンは魚しか食べないの？野菜は食べないの？たまには食べとくかな。うん、それがいいと思うよ。野菜を食べて。今日のおすすめはスナップエンド。ほう。スナップエンドが今の旬だね。こうやって食べんの？一番は塩茹で。塩茹で？うん。美味しそうやな。塩茹でで、カロリー気にしなかったらマヨネーズが一番のおすすめだよね、スナップエンド。絶対間違いないと思うよね。でもスナップエンドお弁当とかでもね、料理とも、添えるだけで鮮やかになるから、見た目で目も、目でも楽しめるんだけど、シンプルでご飯のおつ、ご飯のおかずにもなるし、お酒のおつまみになる食べ方もあるんだよね。それがね、超シンプルなんだけど、軽く入れたスナップエンドウを、なんだろう、簡単な表現にすると、スナップエンドウのペペロンチーノ風。ペペロンチーノ？チーノ？ノでいいね。やな。そう、唐辛子を脇にしてね、ほんと塩とオリーブオイルで炒めるって感じ。と、ちょっとね、塩コショウで、黒コショウで入れたらね、美味しく、いただけますので、オリーブオイルとの相性がまた良くてね、やっぱりオイルと取ると吸収率が上がったりとかするからね、ビタミン C とかね。しかも、塩茹でしなくていいね。生のままさっと炒めればいいので、やっぱり炒めると栄養分がそんなに水に出ないからもっといいんだよ。茹でると、やっぱり水溶性のビタミンが出ちゃうからもったいないからね、炒めて食べる、焼いて食べるっていうのがね、そのままの栄養が取れるからね、おすすめです。なるほど。めぐちゃんもね、スナップエンドウとマヨ大好きって書いてある。マヨネーズはいいよね。野菜とマヨネーズってなんで合うんだろうね。美味しいやな。美味しいよね。お酢と卵。もう油だけなのにね。いいですね。お、みきこがね、スナップエンドウの種は明日植えるよって書いてある。この時期なんだね。ね、そうなんやな。ね、
そうなんだね。豪快くんこんばんは、ありがとうございます。豪快くんもこの時間はちょうど仕事終わって帰ったな時かな。いい、お疲れ様やな。お疲れ様、みんなお疲れ様ですね、この時間で、みんな偉いですね、毎日は仕事して、うん、まあ、レッグさんもお仕事してるんですけど、ロータンもお仕事してるんですか。ロータン、そうだ、これ仕事か、これ仕事だね。うん、お願いします。お仕事中やじゃ、うん、これ仕事にしよう。毎週水曜日ここに出てもらうっていうローターにね。それがいい仕事です、ね、仕事や、うん、いいですね。ローターも友達、うん、パンダだったり怠け者だったり、うん、女の子だったり、なんか友達いる？動物の友達、うん、友達いるで。いるんだね、うん、そっか、そのうちにいつかその友達も出てもらいたいね。うん、うん、この間な、誘ったら断られたからな、うん、そのうちな、気変わるかもしれへんからな、うん、そうだね、うん、いいですね、いいですね。やっぱりね、ライブ配信で、ね、顔を出していったり、うん、こうやって出ていくっていうのはね、うん、うん、一回あれだよね、戸惑うだったり、うん、まだまだ配信だいぶ増えたけどさ、なかなか、まだまだ出てできてない人もいるよね。うん、ロータン、うん、だいぶ今戸惑ってるで、うん、へえ、ロータンも戸惑うんだ。戸惑うわ、これ戸惑うわな。なんで、どんなところが戸惑ってんの。なんか何してよとか、うん、今日何すんかなって思いながら、うんうん、こんな感じだよね。そんな感じなんやな。うん、ミキコがね、スナップエンドウの種をまくのはちょっとだけ遅いみたいだね。そう、なんかニュージーランドでしょ。日本はこれから夏になってくるからさ、うん、いいかもしれないけど、ニュージーランド南半球だから多分逆だよね。これから寒くなっていくんだよね。うん、うん、きっときっとな、うん、でもちゃんとなんかビニール囲ったりとかさ、うん、暖かくしてあげたいとか、太陽がちゃんと当たるところで植えたいとかさ、すればなんとかなるんじゃないのかな。うんうん、うんうん、こならなんとかなるな。なんとかなるね、うん、そうだね、そうだね、うん、いいですね、いいですね。いや、こんな感じですよ。あっという間に30分経ちましたよ、これ。うえー、うん、そうなんや。そう、だいたい、うん、今まではレンコン学校15分から20分でやってたんだけど、うん、今言った YouTube のシェアだったり野菜のシェアだったりとか、うん、入れていくと、まあ、15分だと結構駆け足なりそうな予感がするんで、時間がさ、何分ぐらいがちょうどいい感じかな。もう、うん、それによって内容とかいうのをちょっと短くしたり、うん、長くしたりとか調整、うんうん、しようと思うんだけど、うん、ロータンだったら何分ぐらいの動画だったら見れそう、番組的に。あー、ロータン前の15分から20分は好きやったで。あー、そうだよね、うん、15分、20分にしとこうか。うん、ロータンの鼻歌シリーズがあるでしょで、ロータンの1週間の出来事のシェアとかあるでしょ。おー、そんなあるんか、うん、あるよね。どんな過ごし方をしてたのかなって気になるしね。ほうほう、うん、あるでしょ。ロータンの会があってもいいぐらいかもしれないけど。おお、友達のミッキー石田さん、こんばんは。新しい生徒さん、ロータン、はじめまして。ミッキー石田です。書いてます。今日からね、そう、生徒さんですね。生徒さんでいいのかな、ロータンは。ロータン、学ぶわ、一緒に。一緒に学んでいこう。学んでいこう。うん。YouTube の紹介とかしていくので、うん、一緒に学んで、うん、で、実践ぜひね、して、ロータン的にどうだったかっていうのね、変化をね、このロータン。ロータン出てきた。そう、ロータンをね、出しとこうかなって思ってます。あとはね、告知、いろんな告知をしていきたいと思うので、なんだろう、今来たね、ちょうどミッキー石田さん、ミッキーって呼んでるんだけど、毎週日曜日、夜23時30分から、いつも、
3人でライブ配信しています。もういいですね。ミッキーが速読はロータンができるのって、パラパラできるのかなって。ロータンは本は読めるの？本読めないこともないけど、うん、パラパラの自信ないわ、こんな感じやわ。パラパラ知ってるんだ ね、 いいですね。パラパラ知ってるで、うんうん、そうだね。練習しとくわ、うん、練習しとこう、しとこう、しとこう、うん、そんな感じね。そう、ミッキーたちとも、ミッキー、無職社長、夢の仕事、職業って書いて、無職社長、ミッキー、石田さんと、少年社長のまーちゃん、西八王子スクールのまーちゃん、うん、仙台いつみスクールのミッキーと、川崎鴨頭スクールの、レンコン社長、この3人でね、23時30分から、2人とも優秀な社長さん、リアルな社長さん、まあレンコンさんも、速読スクールのオーナーで、個人経営の社長なんですけど、もうベテラン、ミッキーと、まーちゃんはもうベテランの社長さん、一流の社長さんなんで、その辺のエッセンスだったり考え方をね、学べる場なんで、23時30分からもうぜひ遊びに来てください。23時30分からだいたい1時ぐらい。でもね、夜中やな、夜中なんだけど、1時からライブ配信終わるじゃん、そっからまたね、うん、終わってからの話もまた濃いんだよね。だいたい1時間とか30分から1時間ぐらい話していくんだけど、いろんな計画したり、こんなことをシェアしたりとかね、する中、今、出てきた、告知していいのだ、いいのかな、告知 しちゃおう、ミッキーたちと考えたシェアがね、どこ行った、あったあったあった、こちらだね、こちら。音楽やると出るとね、Facebook で止まられちゃうから、今度ね、夢かな、夢が叶う紅クジラ団といって、このファンスクール合同の婚活イベントをやろうと思ってるんですね。わあ。うん。独身限定の方、10人10人、男性女性10人10人の限定20人の婚活イベントを Zoom を使ってね、やっていきたいと思いますので、7月30何日、6つ、こんばんは、ありがとうございます。そうだね、ミキコは寝てる時間だね。あおちさんこんばんは、いいですね。よく見てる、最近起きてられないよねって、そうだよね。このアカウントっていうか、Facebook ライブだから、録画で残ってるから、ね、それを見るだけでも全然問題ない。いいですね。こんな感じで、やってます。いろんなイベントがあるからね、見に来てください。いいですね。な、めぐちゃんが、めっちゃそのライブ、うん、面白い言ってたで。本当、めぐちゃんも見てくれてるんだ。めぐちゃんファンやって。わあ、素晴らしいですね。中里さん、こんばんは。ようこそ。あ、むつもこんばんは。むつもね、川崎鴨頭スクールの生徒さんですよ。うん、だから、ある意味、レンコン学校の、生徒さん、今ですね、ここでもう一つ告知をしていくと、8月から本当にね、レンコン学校っていう学校を作っていくっていうか、リアルに生徒さんを募集して一緒に学んだりとか、いろんなところに行ったりとか、自然の体験をしていくのをもっとオープンにやっていこうと思うんでね、うん、レンコン学校の生徒さんに皆さんもね、なっていきましょう。みんな。ね、いいでしょう、うん。そんなイベントもしていく予定ですよ。うんうん、いやー、いいですね。中田さんもこんばんは。今日もお疲れ様です。この時間ね。今日からね、ロータンが、追加になりました。ロータンという名前をね、覚えていてください。毎週水曜日19時から、だいたい30分。伸びて30分。おめどにね。やっていこうと思いますもんね。極力19時オープンしよう。毎週やること。あ、やっていこうと思います。ロータンは何か話しておきたい、何、うん、か質問したいこととか何かありますか？今んとこ大丈夫やで。今んとこ大丈夫なんだね。うん、よかったよかった。
そう、ロータもね、川崎スクールに遊びに来てくれたらいいのかなと。うん、レンコン学校面白そうって書いてある。いいですね。うん、えな、うん。面白いよ。きっと。面白くしていきますのでね、皆さんもね、ぜひ水曜日の19時、毎回遊びに来てみてください。来てね。ね、そうだね。そんな感じかな。うん、いや、ではでは、この辺でね、今日見てきてくれた、見に来てくれた皆さん、みきこでしょ、大将でしょ、古川さんでしょ、いいですね、斎、うん、藤、さんでしょ、大森さんも来たでしょ、えぐちゃんも来た。えぐちゃん。うん、いいですね。あと、青木さんもいいですね。青木さん。うん、あと、ミッキー石田さん。ミッキー。ミッキー石田さんの本名をね、まだ覚えられない。あと6つ。6つ岡。高市さん6つだね。あとは中里さんね。中里幸子さん、こんばんは。いいですね。で、今ね、河合さんも来てくれました。ありがとうございます。河合さん。うん。いろんな方が見に来てくれてる。ありがたいですね。ねえ、嬉しいですね。こんな感じで、Facebook ライブをして、その後にね、YouTube にこの動画を丸投げしようと思ってますので、ね、同時配信ではないけど、ライブ配信で配信した内容を、YouTube、レンコン学校 YouTube 版を開講しますので、その辺もね、高評価だったり、チャンネル登録をしてくれたら、ロータンが喜ぶはずです。やったーしてーやーあ、若菜ちゃん、こんばんは。ありがとうございます。大野原若菜ちゃん。今日ね、21時のレッスン、落読レッスンのご予約が入っている若菜ちゃんですね。後で会いましょうね。いいですね。今日も落読レッスン、最後にね、21時をして、楽しく今日も一日終わりたいと思います。ではでは、レンコン学校の来週から始まっていくレンコン FM。Rankin FM, Lotus Communities. を、打ち合わせするミーティングライブでした。素敵な声だよね、これね。何回でも聞きたいの、これね。いやー、いい。Rankin FM, Lotus Communities.いやー、いいね。これもいいよね。これもいいな。まだあるよ。まだあるのか。やっぱいいね。こんな感じでね。色っぽいな。色っぽいね。確かにね。かっこいいし、色っぽいし、いろいろついてくるね。いろいろやな。ではでは、長くなっちゃうんですが、この辺でね。終わりたいと思います。久しぶりだから最後の締めの映像がどこにあるか忘れちゃった。大事やで、これ。大事だね。うん、どこだ、これか。あ、すべては良くなるたびに起きているっていう言葉でね、締めていきたいと思います。すべての理想の未来に。必要なことが全て目の前に起きているんだって思うだけでね、理想の未来になっていきますので、全て良くなるために起きているって、思っててください。さっきのね、素敵なセクシーな声は誰かは謎のままでいきます。はい。レンコン学校の大切な生徒さんの声なのでね、毎回聞きたい方は毎回集まってみてください。では、この辺で終わります。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。めぐちゃんもありがとう。みきこもありがとう。